おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、寒中水泳と申しましても寒い中泳ぐというわけではなくて、韓国と中国、その交流史に関しまして衰えたり栄えたりという外交史を振り返ろうという、そういう意味の寒中水泳でありますがね。はい、はい。まあちょっとね、あの、愉快な楽しい話が次々と。 というわけには参りませんで、比較的ゾッとすると言いますか、えー、寒い話もあるんでありますが、でもそれが現状でありますんでね、はい、現状をしっかり、えー、見つめましょう。この冬の寒さ、耐えてこその春が来るというね、本当に自分を励ますような言葉で <laughs> 今週を始めておりますが、えー、先週は韓国の反日英雄、これは文禄、えー、から慶長ですね。うん えー、秀吉の時代の反日英雄でありますが、李ー・信を取り上げております。はい、この方は日本軍との戦闘で最も勇敢であったと。ところが、資料にも残っているんでありますが、この李ー・信さんは、黒金博さんの説によりますと、急戦時、もう戦争は一旦休もうと、そういう協定を結んだ瞬間に、協定を破って仕掛けてくるという、うん、敵の裏を描くという。うん 黒金さんはあこの李俊臣果たして英雄かということをおっしゃっておりますが、はい、この李俊臣さんにとどめを刺したのが島津義わ<ー>和蘭のんの時にね秀吉が、はいまあ、あ朝鮮の駅でし戦を仕掛けるんでありますが、はいえー、その時にその李俊臣さんにとどめを刺したのが島津義弘という薩摩軍だったという。うん これはあのええーはい、これ秀吉が死んだからかなそれで撤退を開始するんでありますが撤退を開始して、えー、船に乗った瞬間に李俊晋さんが攻撃してきたという,うわ <laughs> すごいやり方ですねそれでこれは島津が怒っちゃったんですね、えー それで、その、島津が反撃を開始するんですな、李俊心のこの軍隊に対して。で、えー、この時にその民の連合軍、中国の連合軍がいたんでありますが、ちょっとですね、あまりにも卑怯団って、民軍が李さんを捨てたらしいんですよ。あ、民がはい。ほう。<laughs> それで残された李俊臣が、 島津の攻撃にあって戦死したという、うね、そういうことなんでありますな。えーね、この李修信さんのことを、えー、黒金さんは手厳しくどさくさにつけ込む英雄って言ってるのがありますが <laughs>、まあ、英雄も色々でありますけどもね。この島津の戦いっぷりっていうのは、これは韓国の歴史の方にも載ってるんです。はい、これやっぱり。 島津って強烈だったみたいですね。こう、李氏朝鮮が記録にとどめたって言うんですよ。<ー>その島津の恐ろしさを。はい、全く死を恐れないって、島津って。<laughs> それでもう号令がかかると、もう我先に戦いを挑んでくるっていう。朝鮮発,発音では島津のことをシーマンズと言ってます。おー で、シーマンズの威風、ちょっと変わったところで、シーマンズっていうのは、えー、その、日本の南部にいる一族だけども、ここは裁判所があって刑務所がないって、そんな書き方を記録にしてるんです。わかります意味がわからない。裁判所があって刑務所がないっていう。えー、裁判はされるけれども、うん、じゃあ、その罪を償うところがない。はい。だから えっと、侍が卑怯なことをして裁判所が死刑って言うと、うん、本人がちゃんと自分のこと自分で死刑にするっていう。うん、切腹しちゃうっていう。うん、それから金庫5年って言うと、はあ、自分家にあの竹槍を坂、バッテンにかけて一歩も出てこないってい自分で。うん。近親秩序を自分でやるから、はいうん、そ,そういう一種の,あの怯えもシーマンズについて感じたらしくて、うん、そんな風に言ってるんでありますな。はいえー えー、まあ、後の話になりますけども、えーまあ、このどさくさの英雄とお黒金さんが呼び捨てられます、えー、この李俊信を英雄として、えー、韓国中に銅像を建てた、えー、その韓国の大統領が、ボキさん、パキさんでありますな、今の大統領のお父さん。はいね この方は、えーまあ、反日をバーッと盛り上げようということで、李春心を英雄にして各所に、えー、銅像というね。で、その娘さんが、今度は同じ、えー、反日でも、李春心と違うパターンで、えー、反日少女の像。少女像。はい、反日の少女の像を、はいえー、各地に、アメリカも含めて建てられているというね。うん まあ親子2代嫌いなんでしょうね嫌われたから仕方がないちょっと話が集まってすいませんね <laughs> なんか <laughs>、はい、なんかはいここから先なんでありますけども事実というのはまことに不思議なもんでありまして、えー、この李俊臣に続く韓国の反日英雄がアン・ジュンコン。はい あの日本の初代、えー、総理大臣伊藤博文を暗殺した青年なんてありますが、えーはい、これ今結構ねクエスチョンマークがいっぱいつく謎だらけなんですね、はい、えこのあたりちょっと今週メインで頑張っていこうかなと思いますお聞きくださいますね武田鉄矢「今朝の三枚おろし」 おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、韓国と中国との、まあ、関係詞みたいなものを振り返ろうというね、寒中水泳、衰えたり、栄えたりする、この関係詞でありますけども、えー、もちろん元ネタございまして、黒金博さん、えー、角川学芸出版で出ております。 この人どこで調べたんですかねね細かく調べてらっしゃいますね。反日の英雄ですな。この今世紀に入っての、えー、安純魂による伊藤博文射殺事件という、暗殺事件というのを、えー、振り返ってみたいと思います。これはもう、ハルピン駅に銅像が立ってるという、まあ、日本人としてはなんか心が痛いですな。うん、えー、えー、まあ、しかし、ちょっと落ち着いてこの事件をゆっくり見てみたいと思いますが、 実はね、カナさん、こういうことなんですよ。はいはい、黒金氏があ集めた資料によりますと、伊藤博文暗殺犯、反日の英雄、アン,ジュンコンであります。で、これは誰も疑いません。日本国内においてさえも、アン,ジュンコンという、まあ、えー、一種暗殺者、テロリストによって、えー、我が国初代の総理大臣は射殺されたと。ところがですね、残った資料全部並べますと、ものすごく奇妙なんであります。 一説によると、本当に安純魂なのかという疑いができ、出てくるんですな。はいえー、韓国の方もこの放送を聞いてらっしゃいますから、この辺は、えー、ちょっとあの、考慮してね、丁寧に喋らなければなりませんが、これはあくまでも黒金博さんが集められた資料であります。ただし、デタらめではないと思うんであります。うん、こういうことなんであります。 アンジュンコンが伊藤博文を撃ったということに関しては、歯科歴史家の間でいまだに解けない謎がいくつも残っているということなんです。現場に残されたもの、その事実のみを見つめてみよう。黒金氏は言います。この事件を明治42年1909年10月26日午前9時、国立交渉春瓶駅前で起こったと。 早朝、朝ですな。アンジュンコンの狂気は、ベルギー製の拳銃、7連発。うん、銃の形は、ブローニング拳銃だそうです。アンジュンコンは、6発弾を込めておりまして、5発撃っております。はい、これはもう、残った、あれから銃からわかるわけですな。アンジュンコン、クールなんですね。1発を自殺用としてちゃんと残しております。うん、で、この時にアンジュンコン、やっぱり、知恵があったんでしょうね。 銃の殺傷能力を高めるべく、そういう方法があるんでありますが、弾丸に、拳銃の弾丸に、十字の刻みを入れてる。うん、あの例の C のみ弾があるでしょのあ,あの、銃の鉄砲の弾。はい、C のみの形、ドングルみたいな形に、あ,はい、あそこの頭にね、十字を入れるんですって。十字入れるとどうなるんですかあの、肉体の中に入った時に、バシって割れるんだ。 やっぱ反日の英雄、日本人大嫌い。ね。<ー>だから、安ンコンの弾丸、撃った弾には、十字の刻みが入ってるはずなんですよ。取り上げた、<ー>取り上げたあ一発にもちゃんと十字が入ってたわけですから。彼自身もそのことを言ってるわけですから。ね。で、まあ、クールンでありますが、今度は伊藤博美の残された遺体を見てみましょう。 伊藤博美美は3発を被弾。1発は貫通して未発見。これまだ、あの、発見されてない。ハルピン駅の駅前のどっかにあるんでしょうな。はい、で、体内に2発の弾丸が残ってる。その2発は腕を砕いて太ももに達し止まったという2発。で、これは上から撃たれたという。高いところから撃ったという。はい。 その伊藤博文の体内に残った二発の弾,弾丸の弾頭に十字がないそうであります。え安順魂の弾じゃねえね、はい、え、トンチンカンな話ですけども、こういうことなんであります。安順魂は五発撃ったが、伊藤の周りにいた日本人役人も被弾して死亡してる。 あの現場で死んだのは伊藤博文だけじゃないんですよ。はい、行きますよ。当たった玉数を一応、わかってるわけですから、現場からね。その、被弾した人の姓のみ、室田という人が5発、中村という人が2発、森という人が1発、上川という人が1発、田中という人が1発、計13発の弾丸。 が、撃たれて、えー、うち先端十字は森が被弾したのみ、森さんに当たった一発だけが、安純ンの十字の弾丸と同じものだったっていう、十字の刻みがあったという。じゃあ、他にも撃った人がいたんです、ね、そうなんです。うん、どう考えても、この弾数、計13発飛び交ってるわけですから、安純ンだけじゃないんです。3人以上いないと、この銃は撃てないんですよ。 何人だこれ ?1,2,3,4,5,6。6人に向かって弾丸が発射されてるわけですな。うん、とこれ、変なことを考えると、ハン・ジュンコンさんは伊藤博文の顔知らなかったっていう可能性あるんですな。あ、誰だかわかんなくて、<う>とりあえず撃っちゃう。だっていいかい 室田っていう人には五発も当たってんだよ、はあ、玉数から言って室田っていう人を広文と勘違いしたという説もあってサスペンスフルですねさあこのサスペンスは明日も続きます武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます武田鉄矢ですおはようございます水谷かなですまああのー 戦後年年という、まあ、記念の年であります、えー、韓国中国ではですねこの韓中の国ではお日本に対するこう反日感情がまた再び高まるというしかし出来事をしっかりクールに見ていこうというそうするとなんかこうおちょっとこうお今までのお歴史観というものの中にいくつもの実はクエスチョンマークが落ちてることに気づくという。えー 今週取り上げているのは、安順ンによる伊藤博文暗殺事件という。まあ日本で初めての初代総理大臣が韓国の一青年によって、えー、朝鮮の一青年によって暗殺されたわけで、ところが、じっと見つめると、変なんであります、これ。 これはもちろん黒金博氏の独自の資料を本の中で見て私もびっくりしたんでありますが、はい、この暗殺事件は明治42年1909年10月26日午前9時国立交渉ハルピン駅頭で起こりましたここには今アン・ジュンコンの記念碑が、えー、中国の許可を得て韓国政府によって建てられてるんですがこの暗殺事件よく見ますとアン・ジュンコンの凶器はベルンの ギーーブローニング拳銃アンジュンコンは6発、うん、弾を込めまして5発を射撃1発を自殺用に取っていたそして殺傷能力を高めるため、えー、伊藤の身体に弾丸が入った瞬間バーッと割れて散るように弾丸に十字の刻みを入れるという、えー、細かい細工までして5発を伊藤に向かって撃ってるんでございますが現場の様子を再現いたしますと実は この5発が飛び交ったでではないんでありますね全部で計13発の弾丸が現場に飛び交っておりまして、えー、その伊藤の周りにいた明治政府の役人室田中村森上川田中にも弾丸が命中しております。はい、で一番弾丸が多かったのは室田の5発でありまして、えー、十字の刻みが入った弾丸が 当たっておりますのが森なんでありますで計6人に13発の弾丸が発射されてるんでありますからもしかすると3人から4人じゃないかと、はい、暗殺のテロリストは。で一番の問題はアン・ジュンコンが十字を刻んだ弾丸が伊藤の体内から発見されてないんであります。 という伊藤には3発当たってるんでありますけども、まあ1発は未発見なんでありますが、大麻に残った2発は弾頭に十字の刻みがありませんので、安純ン,ン,ンの弾ではないんです。つまり、安純ン,ン,ンは伊藤を殺したのではないのではないかという現場からは、そんなふうに、この、思えるわけでありますな。はい、ですから、この辺りは、 そのもう一回現場から調べ直した方がいいんじゃないかなと思います。なんか JFK みたいな感じの話ですね。で弾丸が伊藤には上から当たったっていうことなんでありますがハルピン駅では駅頭平べったいところにアン・ジュンコンの銅像が立っておりましてアン・ジュンコンは平地から駆け寄ってきたということになっておりますんで、うん、JFK にそっくりでその角度からは伊藤の体内に入らないんであります。うん これ辺りはもう少し頑張って調べた方が正確に調べた方がその辺頑張ってみたらいかがでしょうか。はい、それとですね、はい、もう一つ日本側から付け足したいことがあるんでありますが、はい、これ俺もそう思ったんでありますが韓国を日本とドッキングさせるという韓国の人がもうおぞましくて首を振るというこの韓国併合日韓併合はありますな。これにもっと とも反対してた政治家が今資料ではっきり分かってるんでありますが伊藤博文なんですよ<え>あの伊藤博文は韓国をあくまでも独立させようと努力してた政治家なんですよ、はい、伊藤博文が当時動いてたのは韓国人による政府を構想し韓国独立を推進しようとしてたんですな で日本には別の一派がいてその一派が韓国併合に動いてたんですよ併合しないともうロシアから勢力が降りてくるというこれはあのあれですあのあ,あの男だわあのなんだっけあ山形有友、はい、山形有友たりがそのやっぱり日英同盟を進めるためにも韓国を併合しようとしてたというね。はいえー えー、ですから日本の中では、えー、伊藤は韓国寄りだったあ朝鮮寄りだったんですよ、うん、だからアンジュンコンさんはそのあたり間違えちゃったってことですかあ,あるいは、うん、あるいはですよ、うんはい、一つだけ言えるのは誰かから吹き込まれたかですよアンジュンコンさん伊藤博文をやれとうんうん、ええ 伊藤が悪いんだぞと誰かから言われて<ー>、えー、そのやったんではないかと黒幕がいるってことです、ね、もう一人う実は後ろに幕があるんじゃないかと。うん、でここでまたあ非常にショッキングな言葉でありますがこれもあの日本側の取り調べ資料に残ってるんですが安淳昆さんの最後の言葉が実に奇妙な一言なんでありますな。 このミステリアス明日も続けましょう、はい、武田鉄也今朝の三枚おろし おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなです韓国と中国との歴史の中非常にこう不幸な出会い方をしたあ今週は日韓に関して話しておりますけども安潤根による伊藤暗殺事件なんてありますけど、えーえー、昨日は安潤根の、えー、謎の言葉とかって言いましたが安潤根最後の言葉ですこれもあれですね取り調べた日本側の警察が長所として持ってるんでしょうね、はあ これはあの、安純根はまあ死刑になるわけでありますけれども。えー、最後に残した言葉というのが、えー、資料として残っております。安純根は一番最後に、何と言い残したか、はいえー。我の罪、我が輩の罪は。弱き韓国の民たるが罪なり。私の罪は。弱い韓国の人間に生まれたがゆえの。 罪である弱き韓国に生まれさえしなければ暗殺事件なんか起こさなかったという<ー>そういう意味でありまして、えー、これは噛みしめると実に重い言葉ですな。<ー>なんで俺の国はこんなに弱いんだ。 そうか日本への恨み節とかじゃないんですよね弱き、ね、韓国への、うん、その一種悔いみたいなもの怒りみたいなものを安淳君は最後の言葉としたというこれはおそらくこの資料を持ってるのは日本側だと思いますからまあ韓国側に渡してもまた捏造って言われちゃうのかな、はい、この辺り安淳君という青年やっぱりなんかこう真っから韓国の未来をあの案じたんですな。 はいえー、でなんですが、はい、ここで終わらないんですよ。黒金さんの冠中水泳は。はい、こっから黒金さんはまた不思議なことを言い始めるんですよ。さあ、行きますよ。はい、アン・ジュンコンの狂気は、ベルギー製7連発ブローニングという拳銃。このまっ 全く同じ拳銃が別の暗殺事件でも使われるんです。<ん>第一次世界大戦の発火点になったあの事件。オーストラリア皇太子がサラエボで王女と共にセルビア民族主義青年に暗殺されるという事件。はい。その時の拳銃がベルギー製 FN 製7連発ブローニング拳銃。うん、この ベルギー製ブローニング拳銃。これをですね、はい、しきりに買い集めていたという人物が判明してるんです。はいレ。レーニン。えレーニンレーニン。なんかまた、すごい突飛な、意外なところに来ましたね。えー、伊藤の暗殺から、うん、あこのお、同じ拳銃で、オーストリア皇太子と、 がサラエボで王女と共にセルビアの青年に暗殺されるという事件はわずか5年後なんですよ起こったのははいその時にこの拳銃のみをたどっていくとこの拳銃を大量に持っていたのがレーニンなんでありますはいということは伊藤博文暗殺事件の裏側にいたのはもしかすると <laughs> レーニンかもしれないというすごい解釈ですねこれは えー、そういう、なんかあるのかと。実はあるんです。<え>伊藤はですね、何をやろうかとし、何をやろうとしてたかというと、日露戦争の後の話ですね。はぁはぁで、はい、日露戦争でボロボロになったロシアなんでありますが、伊藤はある思いがあって、そのロシアを立て直すべく、貿易協定をロシアと結ぼうとしてたんですよ。おー で、ロシアをある意味では復権させようと。力をつけさせて、日本と平和友好条約を結ぼうとしてた。そのロシアが元気になれると一番困るのが、実は、ソビエトを作ろうとしていたレーニンだったという。ヨーロッパ全体を大混乱に陥れるために、 イギリスフランスも巻き込む対戦までに広げるために暗躍したレーニンつまりヨーロッパの列強が介入できない大混乱をどうしてももう一方で起こしたかった、うん、その間にロシアに革命を起こしソビエトを作るといういや解釈としては興味深いしなんかある意味説得力がありますけれども、ね、これは黒金さんの解釈なんですかそうです だけど、綺麗にはまるんですね。<laughs> そうですね。ソビエトを夢見るレーニンには邪魔者であったと、伊藤が。うん、そして、日英同盟を主張するや山形有朋とあ、激しく伊藤は対立していたから。えブローニング拳銃の謎は、国際政治の複雑さと見るべきで、うん、世界史という高いところから俯瞰してみると、別の大きな政治的潮流が、 そこに見えてくるのではないかと。でね、これ有名な話ですけど、レーニンの鞄の内側には明治天皇の写真が貼ってあったっていう。え、本当にうん。これは事実としてある<ー>これなんでかというと、ロシアをやっつけてくれれば革命が起こしやすいから。<ー>ところが、それから日露戦争から数年後、伊藤はそのロシアを立て直すべく商売の協定を結ぼうとしたのが裏切ったな、伊藤っていう。 うそうやって考えると黒幕ってのは案外この次また明日のまな板の上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」。 おおははよよううごござざいいまますすすす武田でで水谷です、えー、日刊紙日中紙というものをもう一度取り上げる意味で、えーまあ、その交際ですなが衰えたり栄えたりということで「寒、えー、中水泳」と題してお送りしております。はい、これ全て黒金博さんの「寒中水泳と武士道」という門川学年出版からの一冊にネタを求めております読んでて後半の方の、えー、ちょっとこう国際政治における陰謀説面白かったですね。面白 面白いですけど、うん、割とこう全部こう、納得いくことが多い中で。何か、いや、それはないよっていう突っ込みどころっていうのはないんですか。ありえないでしょうみたいな。意外とないんだよな、俺。<ー>現場に十何発銃弾が飛び交ったっていうの、は俺全然知らなかったよ。はい。ていうから、アンジュンコンさん一人がやったというんじゃなくて、他にもいたっていうことを考えると。うん、これは。 単なる愛国心による単独犯じゃなくて組織犯罪これ相当後ろに何かいないとうん、うん、それからブローニング銃ですよねベルギー製のそれをアンンンジュンコンといいうう朝鮮の青年が持ってたっててたこれだってその青年が手に入れるためにはベルギー製ブローニングっていうのはかなり遠い存在。 うん、相当でかい組織じゃないと、ね、この拳銃いいよってのを勧められないというただの一人の青年ですもんね、うん、それがね全く同じようにセルビアの民族主義の青年と同じ拳銃というところがなんだかねうんまあ歴史に興味のない方もたくさんあるかもしれませんが、えー、まあ歴史認識の違いということで日中間が激くしてるんだったらば いっそのこと、この150年間を、その被害を被った、えー、ということのほかに、もう一つ、こう、高い次元で見ないと、なんかこう、見えてこないような気がするんですな。で、はい、あの、あまりこう、楽しい話がいっぱい出てこなくて、こう、に2週間皆さんもね、なんか、そうは思わないとかね、いや、韓国だって、いや、中国だって、反論もあろうと思いますが、この議論という、この、 韓国をどう思う中国をどう思うに関しては、これもう明治からずっと非常にこう大きく揺れてるんですな。かつ、うん、海舟と福在基地から揉めてるんですよ。はい、海舟は幕末期欧米列強にこの、こうするためには、こう反撃するためには、どうしても日本、朝鮮、清朝、この三国が同盟で結ばれるべきだ。 この説をずーっと勝海舟は言ってるんですね。勝が言ってるのは日本、朝鮮、新朝。この三カ国がアジア同盟を結んでインドを救うんだ。アジアはそのようにして守らなければならない。そう勝は言ってるんですね。で、そのために勝が具体的に出したのは海軍力を結集し、この2他の二カ国にも協力してもらって、 それぞれアジア艦隊をそこに浮かべよう。で、アジア艦隊の寄港地は神戸、対馬、富山、天津。ここにアジア艦隊、連合艦隊を浮かべるんだ。ところが、これとは対して、そんなことは勝つのほらだと言い捨てたのが福沢諭吉です。朝鮮と清朝の能力に福沢は絶望しております。 もうこの国は何を言ってもダメなんだと言っとるんですな、福沢は。福沢が一番絶望したのは、朝鮮と清朝にインドを救う気なんかさらっさらないっていう。で、ついに脱アロン、もうアジアの仲間を求めるのはやめようと、日本は。で、脱アロンを発表します。あ、はい、はアジアではなく、清朝の中華思想。これがもう元凶であると。 対して、海修は、朝鮮は古代日本のお師匠さんである。これちゃんと書いております。で、悪いのは李氏朝鮮だ。清朝は、この清という国ではなくて、社会なんだ。国家ではない。だから、李氏と清さえ滅べば、必ずインドを共に救おうというアジアの知史がこの両国から出現するはずだと、勝は説いた。勝<へ>はいいでしょインドを救って初めて、あの、 このアジアというのは一つに結束できるっていうところがやっぱり福沢は納得しない両国を顔面野蛮と切り捨てえこの両国には抵抗精神がないんだとえだからもう両国を頼りにするのはやめようと言い続けるんですねえ今この福沢さんはこの両国ですね中国と韓国で侵略主義の右翼という扱いになっておりますが これは両国の方に言いたいんですがね特に朝鮮あるいは韓国の方に聞いてほしいんですが福沢脱亜論を唱えながら李氏朝鮮に絶望しながらも最も朝鮮からの留学生を慶応に多く黙って引き受けたんですよその辺福沢のことはあんまり嫌いにならないでくださいで、かつは生涯真と朝鮮から アジアを救う獅士が現れると信じ続けます。はい、晩年の口癖。おせえなうん。かつは待ち続けたんでありますなえー、そういう意味で私どもが今、漢中でこういろいろ悩んでおりますが、この悩み、えー、近年のことではないんですな。えー、福沢と かつ回収の頃からずっと思案し続けているということなんでありますね、えー。そういう意味では私どもはやっぱりかつと福沢の悩みを受け継いで悩み続けるというのが日本の使命仕事ではないかというね。最後結構明るくなったな。そうですね。<laughs> 一周目ちょっと暗かったですけど。暗かったですけどね。はい、えー。ここまで聞いてくだされば幸いでした。この続きまた来週別のネタで。